そうです。はい、ありがとうございました。なんかいました。満員御礼というところでですね、多くの方に参加していただいてるんですが、今日はぜひご期待に応えるべくですね、いろんな観点からこの世界経済とそのコミュニケーション。 というところですね、えー、について、えー、一緒に、えー、私もですね実はあのこのテーマをいただいた時に、えー、特コミュニケーションがついてなくて、えー、いや僕はあの経済よくわからないんですけれどもって PR 会社の社長なんでコミュニケーション関連のセッションだったりやりますけどって言ったら、えー、戻ってきたら特コミュニケーションがついてました飛鳥 <laughs>、えー、会議っていうのは脳が言えないところなんだなっていうこう <laughs> お疲れした、えー、ということで、えーまあ、素人目線という、えー、モデレーターで、えー、お許しいただきながらですね、えー、一緒にいろんなことを学んでいきたいと思います。えー、それではですね、えー、まずですね、えー、皆さんからですねこの世界経済を今、えー、どうご覧になっているかという,こうちょっと現状把握というところで,ですねざっくり。 えー、お願いできればと思うんですが、はい、じゃあまず、えー、武田さんの方から。はい、はいえー、武田です、えー。私は逆ですね。最初あのマクロ経済リスクっていう <laughs> あのご依頼で、あのあじゃあ,あの自分のあの反中だってことでお受けしたら。 とコミュニケーションが <laughs> あのつきまして、えー、まあ、頑張りたいと思います。で、最初に頂いた,だいたあの現状、どういう風に見ているかっていうことなんですけども、もまあ、ざっくりということですので、まあ、潮流ということでどう見ているかお話ししたいと思います。あの3つあると思っています。まず一つ目があの米中の対立ですね。もうこれは皆様ご承知の通りだと思います。まあ,あの後ほど、おそらくリスクのところでも出てくるかなと思います。けれども。あの？ 単なるその、まあ、通商問題ではなくてですね、覇、ま、権、あ、をめぐる争い、まあ、そんな時代になったんではないかなというふうに思ってます。で、まあ、その背景としては、大きく、まあ、4つ、いずれも関係していますけれども、あると思っていまして、一、まあ、つは経済大国の,あの座をめぐる争いですね。で、皆さん、2030年、世界最大の GDP 国、経済国大国、 どこだと思われますか？米国が引き続き最大であると思う方。をあ、結構いらっしゃる中国ではないかという方あ、なんか中国の方多いですね。まあ、もう米中接戦じゃないかと思われている方。あれ、ほとんどいない？あ、そうですね。ありがとうございます。 とということでここれれだけまあ見方が分かててるっていうことなんですよねでそれがあのおそらく一つあると思いますね覇権をめぐる争いの背景として二つ目はあのこれもよく言われてますがあの技術をめぐる覇権、まあ、争いということで、えーまあ、あの例えば昨年出た米国議会の報告書なんかを見てるとですねあの米国議会自体が認めてることとして AI だとか量子コンピューターはほぼ互角 のあのランキングであると、それだけ同じぐらいの技術競争力であると、まあそういうふうな認識でいます。まあ従って、えっと技術がまあ兼約となるとするならば、あの経済大国一つ目のほまあ座もですね左右しかねない。で、まあ三つ目はあのそれに加えて投資、えさらに四つ目としては安全保障、まあこんなことがあろうかと思います。それぞれ全部あの関係していると思います。まあいずれにせよそういった状況ですから。 まああの短期的な通商問題で今回 G20 でえ新たなる関税引き上げがまああの先送りされたからまあこれで終わりというよりは少しあの潮流として見といた方がいいと思っていますそれから2つ目の潮流はあの資本主義のほころびというところで,ですねあの近年あの格差の拡大であるとかそれからはですねまああの欧州では難民の問題なんかもあって あの外、政治的にもあるいは社会の分断という意味でもさまざまな綻び問題が出てきていると思います。で米国のトランプ大統領に注目が集まりがちなんですけれども実は欧州でもかなりポピュリズム政権が誕生しつつあるというような状況だったりしてましてまあこういったあの変化というのが2つ目の潮流変化ではないかと思っています。それから3つ目がですねデータをめぐる争い まああの先日の G20 ではあのむしろ日本がですね今後、えー、世界のですねデータ流通の基準あるいはルール作り、まあ、こういったところでしっかり役割を果たしていこうということをアピールできた、まあ、大きなまあ節目の回にはなったと思いますけれどもただまあ一 一方で、データをですね国、国家で管理したい中国と、それからよりプライバシーの規制を重視する、まあ、欧州と、ですねいろいろ考え方は様々で、これもどうなっていくのかが今後、まあ、見通すのが難しいと、こんなまあ3つの潮流が今あって、まあ、結論としては極めて不確実性が高い世界経済ではないかということだと思っています。 はいありがとうございます。不確実性の高い、えー、世界経済ということで3つ、えー、の長女についてお話しいただきました。えー、それでは、えーと、成田さんはもう、あのえー、イェール大学、スタンフォード大学を含めて、えー、日本、日米を行き来、えー、されているお立場からですね、えー、世界経済を今どのようにご覧になってますでしょうかはい。 で今あの、コミュニケーションの専門家とマクロ経済の専門家のお二人から素晴らしいお話があったんですがあの僕はどちらについてもド素人というちょっと非常に辛い立場で今日、こちらに伺っています。で今武田さんのの方かから人人間とか人類の経済について 素晴らしい展望をいただいたので、まあ、僕は自分のできることとしてちょっと全然違う話をしたいなと思っていてあの宇宙人の経済ということをちょっと知りたいなと思っていますで今、えっと、米中対立の問題も出ましたが、まあ、貿易ってありますよねで世界にはまあ200個ぐらいの国があるわけですがそれぞれの国はまあ貿易を他の国としていて貿易赤字と黒字があるわけですよね。 で今こう200個ぐらいある国の貿易赤字と黒字というのをバーッとエクセルの評価なんかに並べて全部を合算してみたとしますよねでそうすると地球全体の貿易収支っていうのを一応計算することができますよねで一応ある国が輸出したら他の国が輸入してるはずなので全部合算したとしたらゼロになるはずですよね、まあ、しかしながらこれ計算してみると実は全然ゼロにならないということが長らく,長らく知られていて まあ地球全体としては大赤字になっているということがよく知られていると思うんですであのノーベル賞を取ったポール・クルーグマンっていうおじさんがいますが、まあ、彼によるとこの地球全体としての大赤字は地球が宇宙人と行っている貿易の結果であると主張されていますでそれを踏まえても僕が考えるべきことはまあ宇宙人とどう戦うべきかと <laughs> 特にまあ貿易赤字というのが企業の赤字と同じように、意味嫌うべきものだというトランプ的な立場に立つならば、まあ、僕たちが糾弾すべき相手というのは、まあ、中国人ではなくて、まあ、むしろ宇宙人であるということになると思います。なので、宇宙とか人類以外にも目を向けていくことが重要かなというふうに思ってます。 メンニンブラックの映画に来てる。<laughs> はい、い宇宙人、えー、と戦いましょうという話をいただきました。<laughs> はい、えー、ありがとうございます。えー、しかしあれ全部足し合わせるとゼロにならないんですね。ならないですね。いや、それはずっと長らくならないということが知られているみたいです。<laughs> はい。それはなぜならない。 宇宙人ですね。はい。というネタ証しは後ほどできる。<laughs> はい、ありがとうございます。<laughs> はい、えー。それでは柳川先生お願いします。えっと柳川です。あの最近経済政策とかをいろいろまあ、考えることが多くなってるんで、やっぱりあの来月からは宇宙人とどう戦うかっていうのを真剣に考えないといけないなと思ってます。<laughs> えとまあ、多分種明かしは後で成田さんの方からしてくれるので、えー、とそれから武田さんの方からかなり今起きている現状に関しては、えーまあ、まさにおっしゃった通りの話なので、まあ、実は同じことなんですけど少し違った側面から現状を見ていることを申し上げます。で一つは、えーまあ、世界全体がやっぱりすごく、えー、狭くな小さくなっているということですね。 えー、僕は今からずいぶん前に、えー、と子供の頃にシンガポールにえーと住んでいたことがあるんですけどその時に最初に行った時は、えー、ダイレクトで行けずにですねバンコク経由でえとシンガポールに行ってたんですねところが今僕の周りのほとんどのビジネスマンは、えー、シンガポール日帰りですね深夜便で行って深夜便で帰って こんな状態になっています。それから、えっ、ー、と当然ですけどインターネットを通じてさまざまな形で世界中の情報が瞬時に入ってくるとこういう時代になっています。物流も圧倒的にえっ、ー、とまあ世界中で日本の、えー、まあ、築地で採れた、えー、刺身が、えー、世界中で空輸便で、えー、届けられるとこういう時代になっています。 意味では圧倒的に実はあんまり意識しないんですけど世界はものすごく狭くなって国のと国との距離は実質的にものすごく小さくなっているんですね。でこのことがさっきその不確実性が大きくなっているというリスクという観点からすると一国で起きた変動が世界中にものすごく大きな、えー、インパクトあるいはすごく速いスピードで大きなインパクトを持ちうるようになっているということを示しています。 逆に言リスクといえばそういう面ですけれども、えー、とチャンスで見ればどこかの国で起こったことは日本のチャンスだし皆さんのところのチャンスだということになります。でこれがあとでそのコミュニケーションという意味でいくと皆さんが何を考えればないといけないのかというところでお話をしたいというふうに思うんですけどで2番目のポイントはです、ね、やはり我々、あまりにも米中に注目をしすぎだという,ふうに思います。 世界で起きている大きなポイントはもうちょっとさまざまな国が経済発展をしていてかなり需要面でも供給面でもインパクトを持ち始めているというふうに言われていますで特にまあアフリカ諸国ですねでここがこれから大きく発展するだろうというふうに言われていて実際アフリカの優秀な人材を世界中の企業が集め始めていますで皆さんどうでしょうか アフリカの各国の状況ってどれだけ把握されてますかあるいは把握されようとしてますか、えー、来る時の新幹線で、えー、とアフリカの国ある国と中国がの中国一帯一路という政策をとってますよねでそこに入るというニュースがあって中国は実は着々とアフリカとの連携を強めています。ももちろん日本も安倍首相が 行ったりなんかしてこうやっアフリカ、かなり重視してますけれどもまあそういう意味でえっ、ー、と米中だけではなくてですねアフリカ諸国であったりあるいは南米諸国であったりあるいはインドであったり東南アジア諸国であったりでこういう国が非常に大きなインパクトを持つようになっているんですね。ででそそのの一方でやはりその かなりその中でブロック化が進むんじゃないかと言われている部分もあってまあ一帯一路の政策がどうなっていくか分かりませんけれども世界全体がこう大きなブロック化の波にさらされるかもしれないというのは米中そのもの以上に大きなインパクトを世界に持つかもしれないというふうに思っていますそれから3番目のポイントはですね、今みたいな国の動きだけを見てるとグローバル化の多くの動きは 実はすごく大事なところを見過ごすことになるんだろうと思っています。で、これはあの少し前に日経に書いたんですけど、えっ、ー、と実は米中かなりこう対立をしているように見えます。様々なえっと国家間の対立もあります。ところが中国のま。例えば皆さんのようなあの若者ですね。それから、会社を起こしている人たちは相当。 アメリカの例えばシリコンバレーと結びつきがあってでシリコンバなぜかっていうと、まあ、例えばアメリカの大学院を出ていて PhD をそこで取っていて周りの友達だったりあるいは自分の先生だったりした人がアメリカに残っていて。でそこから、えーとその 大学のつながりの中で実はさまざまなコミュニケーションが取れていてあるいは資金調達ができるということなんですね。なので僕らはそのどうしてもニュースで見るのは国家間の動きなんでここが対立してたり離れてたりっていうものを見,間違見がちですけれど今度 SNS の時代で,でから人がこう移動するようになった時代には個々の人材は実はそれと全くのう違う動きをしているパターンが結構あって。中国の 例えばシンセンの人たちとシリコンバレーの人たちはえ実はものすごく近いところにいて密接なコミュニケーションをとっていてそれは場合によると東京にいる皆さんとシンセンとは距離は実はシリコンバレーよりだいぶ近いですけれども実はシリコンバレーよりもっとシンセンから遠いところにいるかもしれないということですね。ななののでこういうい人のグローーバルなネットワーク というのが国家の話と同等にあるいはそれ以上に重要になってきていてここにどれだけ注目するかというのが皆さんのビジネスだったりあるいはこれから日本経済を占う大きなポイントかなというふうに思っていいますあととともうちょっと、えー、追加でお話したいと思います。 はいいありがとうございますその大学と大学のつながりという点でですね最近はこう日本から、えー、海外の大学になかなか、まあ、ウィーク人数がだいぶ減ってきたという,こうで私も何年か前にあの米国大使館から相談を受けて、えー、もっと日本のこう学生を呼び込むような,なんかプログラムができないのかという,こう相談だったんですが、えー、ところがその資金をです、ね、大学側にもらいに行くとですね大学側は別 別に日本人が来なくてって中国人とかインド人とか大勢来るからそこにこうお金をかけるこうインセンティブが全くないと,ということでこれって日本が結局負けてしまうというか損するという,そのこう,こう一つの原因になっちゃうんですかねそう思いますねやはりその <laughs> 人と人とが今のような時代でどれだけ信頼関係を持ったネットワークを作れているかグローバルなところで信頼関係を持ったネットワークが作れているかっていうのがとても重要なところだと思うんです。でその中ではやっぱり大学とか学校って結構重要な要素で,でそういうところを通じてグローバルなネットワークヒューマンネットワークを作れているかっていうのは国の力とか企業の力にとっても重要だと思うんですよ。なのでまあ あの実は隣い成田さんはもともと東京大学の大学院にいてまあアメリカの大学院に行ったのでまあそういう意味でのまあネットワークをちゃんと作ってくれてる活躍してくれてる人材なんですけどもっとこういう人材がたくさん出てこなきゃいけないなと思ってますしまあこのグロービスの皆さんはそういう意味ではいろんなところでグローバルに活躍してくれてるんだと思うんですけどでもう一つはですねえと僕先週中国にいたんですけど清華大学に行って。 でで清華大学はまあ実はいろんな国の大学と連携してるんですね。であの日本の東,東京大学とも連携したいんだって話はあるんですけど、えー、となぜ東京大学と連携したいのっていうと別に東京大学だけじゃないんだと。ミラの あのイタリアの大学とも連携してるしもちろんアメリカの大学とも連携してるしそれから、まあ、例えばカンボジアだとかです、ね、それこそアフリカだとかこういう世界中のネットワークを作ってるということを聞かされて、まあ、東京大学もいろいろやってるんですけど、まあ、やっぱり大学もですねそういう意味でのグローバルネットワークをいっぱい作っていくところを真剣に考えないといけないなというふうには思ってます。 ああとあれですねあの最近あの小学校でもこうインターネットを通じてそのスカイプでアメリカの小学校とかヨーロッパの小学校とお友達を作ろうというようなプログラムをこうやってるところもあるんですけどこういうのも,もうこう小さいとこからスタートするっていうのも一つの 大事なななんじゃいいいかううふうに思います、はいえー、それではですね、えー、それぞれの、えー、とお立場からですねその世界経済、えー、と宇宙うについてお話しいただいたんですがリスクファクター、えー、について、えーまあ、リスクファクターっていうのは当然上振れするリスク下振れするリスクと両方あると思うんですけども、えー、このリスクファクターをどのように 考えていらっしゃるか、その辺について、はい、どうぞ。はい、えー、ありがとうございます。先ほどあの柳川先生からはあの米中にはあに注目しすぎっていうあの言葉がありましたけれども、あの確かにそれはあのおっしゃる通りだと思うんですね。あのただま一方で冒頭に申し上げた通り、まあ、短期的に。 一見、g うんで,しょうで、えー、なんか首脳同士があって、えー、とりあえず追加の関税は先送りということになりましたけども、まあ、あの中長期化するということを前提としたあ、まあ、企業としての,その、まあ、戦略あるいは日本としてのです、ね、どうその中でせん外交を築いていくかというところはです、ね、逆にここを。あの リスクとも捉えられますし私は日本にとってはあの結構チャンス日本企業さんにとってもチャンスの目があるんじゃないかということで、まあえてこの点は一つ目にあのやはり挙げたいなというふうにあの思いますそれから二つ目がですねあの米中の,その対立というだけではなくて中国そのものがど中国経済自体が大丈夫かっていうあの話が二つ目の,あの リスクですね。であの米中の対立によって中国がま苦しんでいるっていう構図で捉えがちなんですけども、いろんな指標をきちっと見ていると、実はあの保護主義が高まる前からですね、中国経済というのは減速してるんですね。でもそういう局面をあえて政策当局も意図してやってきたっていうところがあります。でこれはもう皆様もあのご承知の通り、中国国内では債務の問題を抱えていて。 まあ民間債務のまあ対 GDP 比率がえ日本の,その,バ,ブル期のまあバブル崩壊した頃のですね日本企業の債務の対 GDP 比率をまあ超えているほぼ同じか超えているという状況でありまあこれをどうコントロールしていくかっていうのがまあ課題なのでまあ過度にですね成長重視というよりはまあバランスをとって である程度サステナブルな形にこう減速させていくっていうのがもともと想定していたシナリオなんですねただそこに、まあ、予期せぬ減速、まあ、という意味ではあの先ほどから申し上げている米中対立が加わってしまったと、まあ、そういうことなので中国として短期的にうまくこのバランスをとって サステイナブルな成長に持っていけるのかっていうところは、まあ、結構あの重要な世界経済にとっては重要なポイントになってくるというふうに思っていますで最後は三点目ということであの申し上げればやはりあの私はその社会の分断というところはです、ね、あの欧州の,あの話も含めて考えると大きいのかなと思っていましてあのブレグジットも,です、ね、もう政治問題化されていますから あのどうこうっていうあの経済現象ということで、えー、お話しするのはもう難しい局面になってきているんですけど、まあ、でも根、ね、っこの問題は何かと言われるとです、ね、あのやはりその社会の安定を脅かすような、まあ、あの極端なその所得格差、まあ、こういったその問題もです、ねえー、欧米では特にこの近年顕著だったのではないかということなんですね。でその点は 日本にとっては実はあのプラスに見るところもできて、まあ、あの欧米に比べると今非常に社会はその安定しているある種、そういった基盤があっての,その外交につなげるところもできるんではないか、まあ、そんなところもあるので世界にとってのリスクでもあるし、まあ、日本にとっては、まあ、プラス面というふうに捉えられるところもあるんではないかと思っています。 はいいありがとうございますあの所得の格差なんですがこう一部には所得の格差からその、まあ、連動するといいますかその教育格差というかその文化格差ということが非常に今こう大きな問題になっているという話をよく聞くんですがその点はどう思われますか はいえー、あのおっしゃる通りあの教育は大きいと思います、ね、でまあちょっとじゃあ格差についてあのもう少しお話し,したいと思うんですけどもあの格差が広がっているって単純な構図で、まあ、私も今そのようにお話ししてしまったんですが世界全体の格差っていう視点で見ると縮まってるんですねそれはなぜかというとあの途上国とか新興、まあえー、国が近年は、 あの成長してきて先進国とそういった国々のその格差っていう意味では世界の格差は縮まっています。しかしか一方でで国の中での中 格差っていう意味では、まあ、特にその欧米ではです、ね、トップ0.1%の方の,その全体の所得に占める割合、まあ、これよく近年しあの知られている話ですけれども、まあ、それが78%にまで達していると。 いうことで、えー、国の中での,その格差で見るのか、まあ、世界全体での格差で見るのか、まあ、成田先生はもしかしたら宇宙でおっしゃるかも見惜 <laughs> しまれませんけれども、まあ、格差の指標どういうふうにあの見てくる 見ていくかでも違ってきますね。それから日本の問題で言えば、確か日本は欧米に比べるとトップ0.1%の,の方との全体の所得に占める割合というのは欧米に比べるとそんな高くないんです。しかし、あの、えーまあ、貧困っていうあの問題っていうのをどう捉えるのか。 つまりあの日本は、まあ、今はちょっと状況変わってきましたけども、まあ、失われた20年の時代にはですね、全体でまあ貧しくなったっていうような指標もあって。 たりしますので、まあ、どうな何を我々格差として話しているのかっていうところとあのをまずあの抑える必要があると思っています。であの今後デジタル化が進んでくるとますますそのさっき柳川先生がおっしゃったあの個々のつながりが強くなってきますよね。そうするるとと国単単位位でで見こよよりりは個人 見ていく時代になるつまりグローバルにデジタルでつながればそのデジタル社会の中での同一労働同一賃金みたいなものがこう進んでいくのでそういったところでのそのだから世界全体で見ていくとその格差がどうなっていくのかっていうのがまた新たな課題になってくるかなと思います世界単位で見る場合とその国の単位で見る場合と非常に興味深いお話しいただきました。あの えー、私もこの間アメリカ行ってですね非常に驚いたのはですねあれだけの,その経済大国でありながら、えー、ある南部の州なんですがこの州にはトイレがうまく機能しない世帯が60万世帯あるっていうこうえっ っていうこれ本当に発展途上国と思うぐらいえそういうまあ貧困の問題っていいますかという,こう普通に生活ができない人がでまた日本においてもえ先ほどあの貧困っていう言葉があったんですけど日本においてもえ子どもの7人に1人がえ年収140万円以下。 のえーまあ、半分ぐらいがシングルマザーなんですけどもで非常にその、まあ、貧困でつらい思いをされているというこう,こういう格差というのは本当にあのいろんな形でその、まあえー、こうマイナスが出てくると思われます。えー、はいどうぞ,どうぞ,どうぞいいお話をしていただいたので <laughs> 少し極端な話をすると。極端な話をするとさっきの 今までは国ごとにこの国が先進国でこの国が発展途上国この国が低開発国だったんで,でだん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 国ごとの格差は縮まってきてるんですね今発展途上国が成長してきてるでそうすると究極的にどんな感じになるかっていうとすべての国が同じレベルの先進国になるんですところが国の中で先進国的な生活をできる人と発展途上国的な生活をできる人と低開発国的な生活をしている。 っていうふうに国の中では大きくむしろ格差が開いていってで国同士はかなり似てくる今起こ,起ころうとしてるのはなこういう形だっていうふうに、まあ、考えてる人は多いですねでその今までは国家間の格差をどうやって縮めるかだったのが今かなり重要なのは国の中でのそういう意味での大きな格差をどうやって考えていくかっていうそんな発想ですね。 まあそれに対してえ各国の政府がどのように反応するかまたその,おその国でこうえ活動している企業がそれにえどのようなその解決に貢献できるかということをまあ問題はまたえ課題はいろいろ出てくると思いますえ成田さんリスクファクターリスはやっぱり宇宙人だと思うんですよ 真面目な話で,でさっきその地球全体として見た場合の貿易収支が大赤字でそれは宇宙人との貿易によるものだみたいな話しましたよねで、まあ、これには実は、まあ、すごいつまらない種明かしっぽい種明かしがあるんですで何かっていうと、まあ、輸出によってそれぞれの国が国境で制御して記録してるわけじゃないですかでその場合に輸出よりも輸入されてくるものの方をしっかりチェックしようとしますよね したがって実際に行われている貿易のうち、まあ、記録されているのは一部で,で輸入の方うがまあより記録されやすいから結果として輸入が増えて地球全体として大赤字になっているというのが定説らしいんですでしかしながらまあこれはただの定説であって本当にそうかどうかはよくわからないですよねで広く見るとまあ経済統計とかっていうのに記録されているものっていうのはまあ経済のうちの一部で でそれには記録されない、まあ、見えない経済みたいなものが存在しているわけですよねで、まあ、それを宇宙人と呼んでみたという感じなんですで今お話した貿易に関する、まあ、宇宙人はそんなに面白くない昔からある話ですが、まあ、なんか宇宙人的なものが増えてるように見えるんですでなんか僕たちもある種20世紀っぽい人間じゃな徐々になくなりつつあって、まあ、生身の人間としてここでこうしてる間も有名人とかだったら、まあ、ボットとか アバターとかが勝手に分身として稼いでくれるかもしれないとさらにはなんか e スポーツとかアバター歌手のコンサートとかゲーム AI の対戦とかを、まあ、世界中で何百万人の人やアバターが固唾を飲んで見守っているとさらにはダークウェブのような、まあ、見ることのできないウェブ世界が存在していてそこでテロリストたちが行進をしていて自動ポルノがやり取りされドラッグがやり取りされ というようよよなな世界になってるわけですよねでそうやって広がっているその見えない宇宙みたいなものを考えていくと、まあ、なんか記録されている昔ながらの経済統計で記録されているものだけに基づいて経済みたいなものを考えることに本当にどれぐらい意味があるのかっていうのが分からなくなっているような気がするんですでそういうなんか見えないもの触れないものなんか形のないものみたいなものが増えていてでそこは見えないので。 まあどんなリスクがあるかもわからないというのがまあ最大のリスクなんじゃないかなという気がしています残り12分失業と入る前にあの12分あるんですが、えー、その最後の,その12分で,です、ねえー、と皆さんにお聞きしたいのがじゃあこういう,こう今の,その世界の状況という若干まあ経済から離れるかもしれないんですけど状況の中で。 これからビジネスをやっていこう、まあ、リーダーになっていく皆さんがどのようなスキルやケーパビリティこを取得したら一番有利かといいますかその辺で何かお話がはいじゃ逆の順番でいきましょう。はい えっとちょっとさっきの、えっと、お二方のお話、もう少しコメントをしながらお話しすると、えっと、やっぱりさっき、米中だけに注目しだって言いましたけれど、その中国経済がの変化がもたらすインパクトは、日本経済にとってすごく大きなものであることは事実だと思うんですねで。これは単に中国だけではなくて、中国経済がおかしくなると、例えば東南アジア諸国は相当影響を受けるんです。 で中国と東南アジアが影響を受けると日本経済は相当大波をかぶることになるので、まあ、昔はその、えー、とアメリカがくしゃみをすると日本が風邪を引くとか言われたんですけど今、多分中国がくしゃみをすると日本は風邪を引くどころか高熱を出して寝込むみたいなそんな感じの経済構造ではあるんです。 なののでその中国がかなり、まあ、このままいくとちょっとや,やドメスティック経済化しちゃうかもしれないってそのグローバルなところでまあむしろあんまり展開できなくてもやっぱりこう中国の中でマーケットで大きいですからこれでなんとか自律的にできればいいあるいはさっきのようにアフリカを取り組む形でブロック化できればいいっていうようなことが長期的に起こるリスクはあるんだと思うんです。 なので、えー、中国ビジネス難しいんですけれど、まあ、日本全体としてはいかにこう中国とうまくこう経済付き合ってグローバルな中に、えー、と中国を取り込んでいくかということをやっぱ考えないといけないというのが一つ目ですね二つ目は、えーとまあ、成田さんがちょっと言われた、まあ、記録されていない経済あるいはそのデジタルマーケットですね。 どうしてもグローバル経済っていった途端に我々はその地理的な日本とか中国とかイギリスとかってこういうものをイメージしがちなんですけれどこういう地理的な国にとらわれないグローバルなデジタルマーケットっていうのがまあかなりここに存在していてでここは日本でなんかデジタルのマーケットを取り上げてもかなりグローバルにつながるわけですね国境を容易に越えてしまう。最近例えば見てて思うのは YouTube の動画のコメントとかって YouTube 側の戦略の結果でもあるんですけど日本の動画にも相当外国人がいろんなコメントをしてるんですよで圧倒的に外国人が日本の動画を見てる日本の音楽とかを聴いてる率が相当高まってるんですよねでこういうようなことがどん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 これから起きるので皆さんが例えば直面するマーケットは皆さんがやろうとするビジネスはかなりグローバルマーケットなんですよ 少なくともデジタル化していけばそこはもう容易にグローバル化するしあるいは純粋にデジタルな話じゃなくてもえもう本当に例えばローカルな,このなんか和菓子を細々と売ってたんだけれどもこれを非常に韓国のインフルエンサーとかですねえっとドイツのインフルエンサーが注目すると世界中から買いに来るとか世界中からこのその和菓子に注文が殺到するみたいなことがいくらでも起きるわけですよね。 でなのでこういうものを考えるとかなりグローバルのところのネットワークで大きなチャンスがあるんだと思うんですところがこのチャンスをもう人任せでやってたら皆さんにはもう人任せでしかそのチャンスはないわけですあるいはそのネットワークをうまくつかんだ人にかなりの利益を持っていかれちゃうんですよね でなので皆さん、いろんなビジネスをお考えだしいろいろやってるんだと思うんですけどぜひ、できるだけさっき申し上げたような人と人とのつながりのグローバルネットワークをできるだけ作っていただいてできるだけ友人を増やして何か話ができるいろんな国の人とつながるでこれっていろんなルートがあるんだと思うんですその別に外国に留学しなくてもできる話なので。 いろんな形でいろんな国の人とできるだけ別にダイレクトに仕事の話をしなくてもいいんんだと思うんです実は気軽にコミュニケーションが取れる気軽に SNS でえっとチャットができるような外国人の人たちが増えていけば増えていくほどそこからいろんなネットワークがつながっていくんで。 である意味でこの、えっと、グロービスのネットワークみたいなことはとっても大事で、まあ、基本は日本人ですけれどこれで外国につながっているグロービスの卒業生とかいっぱいいるわけですよね。でそういうふうに間接的に言えば世界中とつながるルートは皆さん今ポテンシャル相当持っているのでそれをできるだけこう強くしていただいてぜひグローバルなコミュニケーションネットワークを少しでも作っていただくというのが大事かなというふうにいざいます。えっとご当 のなんかこう村だったと思うんですけれども、仮葬地、まあ、今、仮葬地って言っちゃいけないんですよね、えー、っとその人を呼び込むために、あの家へと、えー、月収5万円出しますということをホームページにアップしたら、応募者が1人もいなかったと。 でいやその地域は酪農がこう盛んでじゃあ牛を一頭つけたらどうなんだろうということで、えー、その家と5万円と牛をこうこうつけたらですね、えー、なんと、えー、結構短い期間で,です、ね、何千もの応募があったと。 でその大半がですね南米と中東からだったっていう,こう <laughs> やっぱりグ、えーグルトランスレーターってすごいなっていうこととやっぱりその、えー、今先生がおっしゃられたようにもう,もうグローバル規模でさすがにその村はもう困ってしまってそれをダウンしちゃったらしいんですけれども、えー、もうそういうこうういような現象がもう次から次へって今起きてるんですね。はいデ田さんこれから、えー、皆さんぜひこのスキルは身につけてくださいって何か,か。 今柳川先生からつながる力とコミュニケーションする力の重要性があったんですがちょっとそれと真逆でコミュニケーションしたりしないつながったりしないっていうのも同じぐらい重要かなっていう気がするんですでどういう話かっていうと僕コミュニケーションっていうとこんにゃく問答っていう落語をよく思い浮かべるんですよで古典落語の名作なんですがこんにゃく問答ってご存知の方どれぐらいいますか あほとんどいないなとでどんな話かというと、あのこんにゃく屋をやっているどこかの主人がいて、でそのこんにゃく屋のおっさんが、ちょっと小銭稼ぎでもしてみるかというつもりで、まあ、近くの寺を乗っ取りまして、まあ、そこの名僧侶になりすますというお話なんです。でもちろん、そこの僧侶になりすますんですが、まあ、彼はまあ問答の仕方も知らなければ、お経の読み方も知らないと。 いいいいうことでで何をしてかいいかよくわわらないわけですでそんなところに、まあ、旅の途中の修行僧のような人が訪ねてきてあのそのこんにゃく屋の主人に問答を申し込むんですよ。でうろたえたこんにゃく屋の個人主人は何をやるかっていうと、まあ、何していいかはよくわからないのでとりあえず自分は目が見えず耳が聞こえないふりをして何も言い返さない代わりに、まあ、時々よくわからないミステリアスな仕草とかをするっていうコミュニケーションをし始めるんですよ。 そうするとその修行僧は最初のうち言葉を使ってそのこんにゃく屋の主人にいろいろ問答を仕掛けていくわけですが、まあ、何も返ってこないわけですよね。でだんだんと、まあ、修行僧の方も言葉を発しなくなっていってそのこんにゃく屋の主人の細かな仕草からすごい深いメッセージを勝手に読み取り始めてどん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 と。 あの後ろに引いていってっ、まあ、最後には「参りました」と言って大満足して帰っていくっていう話なんですよ。でこの落語は、まあ、コミュニケーションの本質をかなりついているなと思いまして、まあ、常にコミュニケーションっていうのは一方的な勘違いの場合が多いわけですよね。で、まあ、この場みたいなのもある種典型的なこんにゃく問答だなと思いまして、まあ、特にグローバル経済みたいに。 まあそんなものを分かってる人はどこにもいない問題について、まあ、みんなで話して、まあ、何か手に入れた気になってみんなで満足して帰っていくとでこういうコミュニケーションの在り方っていうのは良くないんじゃないかなと思ってまして、まあ、こんなところに来ていてはいけないとみんな自分の仕事をしようというのを、ね、僕は最後にお伝えしたいことです。 ありがとうございます。<laughs> はい、最後に。<laughs> <laughs> <laughs> はい、何て言ったらいいかわかんないですよね。そう。今あの言葉に窮しています。えただ、なんかあの私はあの結構あの今あ申し上げたいことはですね。まあ、いろいろあの最初に世界経済は不確実だっていうふうに申し上げたんですよ。で、成田先生がおっしゃる通り、本当に。まあ正直わからないですよね。 えー、分かんないことを全員分からないことを話してるっていうのはあのその通りなんだと思いますね。ただあのその分からない中で作っていけるかどうか。 っていうのがあの非常に重要なのかなと思ってましてあの今、あ,のある意味では日本,にとっての日本企業にとっての,その立ち位置としては非常にその中立的であの難しさもある一方で、まあ、長年、築いてきたその海外との関係、えー、国際的なまああの信頼関係、まあ、そういったものがです、ねまあ、よりあの生きる時代に生かせる時代になってきたのかなというふうには思っています。でえーじゃあ どどううかかしていくかっていくとこなんですけれどもあの日本って、まあ、中立的って言えばいい言い方なんですけれどもあんまり主体的に、えー、積極的にあの国際的なルールメイキングには関わってこなかったと思いますで逆に言えば、まあ、今こそそういったところにですね、えー、まあ絡んでいけるっていうところはですね、えー、見ておいた方がいいんではないかチャンスと捉えることはあのその点でも積極的に行動することで 新たなものを作れるんではないかということがありますね。特にデジタル経済圏はこれから作っていかなければいけないことばかりなのでそういった中であの果たして日本が主,あの主導的役割を果たせるかというのは大きいと思います。それからまあ皆さん個々人で考えた時にもあのやはりあの距離の壁言葉の壁これがなくなるっていうのは大きいと思います。柳川先生がが最初冒頭にに世界ちちっっゃくなっているっているう話をしましままたけど、ま、さにその通りで まああの正直あの物理的な移動の距離も短くなりましたしデジタル経済圏でつ,あのつながるっていう意味でも距離の壁なくなりましたしそれからまあ日本人にとって一番ネックだったえ言葉の壁これも完全にほぼなくなりつつあってもうそろそろその日本へ投資を考える企業で日本語の不便さっていうものを考える企業さんが減っていくので。 これは私は私日本と企業さんんににととっっててもチャンスなななるんじゃないかなと思ってますで最後を見つめ大事なのはやっぱり我々のアイデンティティって何だろうっていう企業さんにとってのアイデンティティって何だろう、まあ、こういったところを突き詰めるっていうところもグローバル化時代だからこそデジタル時代だからこそ大事になってくるのではないかなというふうに思ってます。 はい、えー、ありがとうございます。えー、それでは質疑応答の方に、えー、移りたいと思います。はい,、はい、は,いはいはいと手が挙がりましたが、はい。あ、2019年オンラインの上田と申します。本日はあの久田にとむお話を聞かせていた,いただきありがとうございました。えっと私はあの安全保障を専門にしておりますが、あくまで個人的な見解なのですが、お金と言葉とガバナンスとかアイデンティ,ティができたときに。 例えば国家ができると仮定した時に先ほどあの成田先生もおっしゃっておりましたが今あのいろんなツールがありましてまずネットも技術も発展しているという中でそういったものがコミュニティがグルーピングされた時に新しい国家ができてしまうという可能性も私は考えております。そううういっったた中中でで既存ののの国国家家に違う国家の人間ががきるような時代が来たらちょっと 安全保障上困難だなと考えております、えっと、そういった観点で今の仮想通貨であったりそういったデジタルマーケットの世界的な動向といいますか情勢をし教えていただければと思います。 まあそういう可能性はポテンシャルに抱えているんだと思うんですね。で、まあ、その Facebook があの仮想通貨実はないんだと,という認識は多くの方は持ってますけど、まあ、詳細まだ発表されてないので、でああいうふうにこう国境をまたぐ感じの,その資金移動ができる、簡単にできるようなツールができたときに、それは国を超えちゃうんじゃないかということはあります。ただ今、世界中でそこは、まあ、あのかなりやっぱりその マネーロンダリングとかに使われちゃうんじゃないかということで、ま規制が入るという形になっているので、現状でいうとやっぱりその国家を完全に超えるようなことはですね、国のその規制だとか法律に違反してしまうので、ここはブロックされるということですね。でなので現そこを大きく覆すようなメカニズムが、ま暴力的にかあるいはもうちょっとこうさっきのダークウェブみたいな形で 規制を逃れ何か,かそういうことができてくると全く国境を超える国基礎の国の概念を超えることができるんじゃないかとでそれを越え逆に言うとそれを超えられない限りはやっぱり国の中の国家権力だとか、えー、法律だとか規制だとかっていうことが逃れられないのでそこからできることは限られてくるだろうと。 いう感じですねで仮想通貨の感じでいくとそのマネーロンダリングの壁が超えられないのでなかなか技術的な可能でもああいうことはなかなかか現実には難しいんじゃないかというのが今、多くの専門家が言っていることかと思いますありがとうございました。ははいいどうぞ、はいはい えっと、2014期仙台校の家村と申します。ありがとうございました。えっと、あり方っていう意味でいろいろご教授いただいたわけなんですが、そうは言っても、あの、やり方っていうのもちょっと一つ聞いてみたいなと思ってまして、えっと、先ほどあの、え、成田さんはあの、表に現れる数値って当てにならないよみたいな話はされたんですが、そうは言っても、グローバルリーダーとして認識すべき数値の変化、定量の変化っていう意味でおいて、何に注目しておいた方がいいみたいのもあれば、例えば GDP 以外で、 ぜひあのご教授いただければと思うんですがお願いします。武田さん、担当 <laughs> さん。皆さんぜひ。<laughs> <laughs> うん。まあ見ておく数字は自分の心の声なんじゃないかな。<laughs> 気がするんですでこれは結構真剣な話で例えば企業とかの文脈で僕この間アメリカで事業やっててアマゾンの本社の副社長の人に来てもらって、まあ、データを使ってどうやって彼らがビジネスを作り変えてるかみたいな話してもらったんですよでアマゾンとかってまあそもそも e コマースの会社で,で一番データを使ってビジネスを最適化するみたいなことがやりやすい企業で,でしかもやりまくってるっていうことで まあ最も有名なな企業の一つなんですよねでその副社長に話してもらった結論が何かっていうと、まあ、データは危険っていうのが結論で、まあ、なぜかっていうと、まあ、データで測れるものしか最適化できないわけですよねデータで測れるものっていうと典型的には短期の分かりやすい KPI になるとでそれで測ってると本当に例えば20年とかいう単位で考えた時の会社の繁栄にとって本当にいいことをしているのかどうかが分からなくなってくると。 で詰まるところ何をやってるかっていうと、まあ、CEO の心の声でっていうことだったんですよねなので、まあ、心の声をいかに正確に聞くかっていうことが重要なんじゃないかというしょうもない答えです最終的にはじゃないんじゃないかと思います、はい えっと、正直、正確な答えっていうのが今あるわけじゃないんですけど一つ言えることは多分、デジタル化が相当進む社会あるいは AI なんかも広がっていく社会で考えると生活に最低限必要なコストっていうのはこれ、着実に低下すると思うんですね。なので今まで生活に最低限必要なコストで使っていたその金額をみんなが何に使い始めるのか。 ここは今後、見ていきたいっていうふうには思ってます。えっと、クイックにっ紹介すると、既存のあるデータで見ると、見ておきたいのは貿易統計ですね、でやっぱり物流のところがどれだけ動くか、デジタルのところは大事なんだけど、やっぱり物流の大きな変化が、多分国際経済の大きな変化を予測できるので、ここは見ておきたいと。 でただ皆さんお知らになったように既存の統計になかなか現れないところを実は見るところにビジネスチャンスがあるっていうのが今ポイントなんだろうと思いますで一つはマクロデータにも偏り過ぎてんですよもうちょっとセミマクロの さっきの国ごとに格差が広がってるみたいなところはやっぱり全体の国の,の,の GDP だとか失業率を見ても分かんないのでもうちょっと細かいデータが欲しいそれから個別の企業に関して言うとやっぱり自分の企業周りのところのデータが欲しいそれから、えー、とさっきのグローバルなところで言うとアフリカの話だったりとか世界中で起きてるところのデータも欲しいということなんで皆さんが既存のデータを使うよりはぜひ 自分のビジネスの範囲で分かるデータを取っていただくとそこに価値が出てくる時代なんだろうと思います。ということで来年のこのセッションはセミマクロ経済と宇宙について、はい、ということになると思います。はいえっと2017年、えっと、英語国際 的なチームをー持てるときにどうやってみんなは同じページで同じ方向で動くするようできるようにコミュニケーションを取ったり激、えー、することができるか聞きたいです。あのやるべきことと下げするべきこと両方も聞きたいです。はい、ありがとうございます。少しまとめていきます。はい。どうぞ。 きたいのはこれからまあチャンスが日本にもあるんじゃないかという話があったんですけれども、あえて逆にです、ね、お三方が考える悲観的なシナリオ、これからまあ日本がもしネガティブなストーリーを取った場合、どういうふうな将来像が見えているかというのをお聞きしたいいと思います、はいえー、もう一つ、はい、後ろの方に、はいはい、えっに、と。できましたらロスさんにもお答えいただきたいんですが、はい、あのコミュニケーションについて、特に発信する際に皆様が心がけられているということ。 心ケオ掛けられているところですね。そこを参考までお伺いできればと思います。はい、えー、約6分残ってますんで、えー、お一人2分ずつでまとめてはいお願いします。まず柳川先生から <laughs> <laughs> え。えっとちょっと全部お答えできるかわかんないんですけど、コミュニケーション発信のところも含めてですね。えっ、ー、と英語じゃないグローバルのコミュニケーションって英語じゃないんだと思うんです。で、やっぱりその下手でもいいし、実は言語をうまく通じなくてもいいんだけど、自分がどういう思いを持ってるか。 っていうことやっぱちゃんとその気持ちを込めて伝えられるかっていうことなのでやっぱりそういう意味ではその自分が何を本当に伝えたいのかっていうことを自分の中で腹落ちしてないと人には伝わらないんで自分の中で腹落ちと熱意がないと人には伝わらないんでやっぱりここなんじゃないかというふうに思います。で先ほどの,そのグローバルなチームをまとめ方もそうでやっぱり言語が違ってそれから宗教が違うとやっぱり相当みんなまとめるのは大変なんですよね。 でここはリーダーの方々が集まっているのでやっぱりそのリーダーが一体何を本当に求めてるのか何を目指してるのかっていうことをちゃんと伝える伝えるっていうのは、えっと、言語が う,うまくなくなてもいいんですでやっぱりそれは体とその全体のボディーランゲージも含めて熱意ってやっぱりちゃんと伝わるのでやっぱりそういうものをちゃんと伝えることで全体の求心力を持たせられるんじゃないかなという,う悲観的シナリオは <laughs> 考えようとすればいっぱいあるのでださっきの話でいくとやっぱり米中貿易摩擦がかなり激化した時に全体の貿易がすごいシュリンクしてしまうでこれは日本にとってはかなり大きなダメージかなというふうに思うので。 あまり時間もないので、一つだけそのグローバルなチームをどうまとめるかみたいなお話ありましたよね。で僕結構重要かなと思うのはあの多様性みたいなものを。 なんかおしゃれなファッションとして消費しないってことがすごい重要かなという気がしてるんですでどういうことかっていうとなんか特に最近の若い IT 企業とかだと、まあ、当然外国人を雇ってる方とかすごい多いですよねで結構なんかそれをすごい自慢,自慢げにドヤ顔で語る経営者の方とかってよく見るんですよでそれ典型的な言い方が何かっていうと、まあ、国籍関係なく優秀だったので雇いましたみたいな感じのことを言う場合が多いんですよでなんか優秀さとか生産性みたいな 分かりやすい次元以外の個性とか顔みたいなのが全然見えてこない多様性みたいなのがすごい多いなと思うんですでなんか自分と違う人のことを生産性とか優秀さみたいなのでしか測れないとするとまあ、それは多様性でも何でもなくてまあ、ただの経営の合理性なわけですよねでそういった形でそのあんまり人を単純化しないとか多様性という言葉とか概念を単純化して 分かりやすい軸に収めないっていうことが重要かなというふうに思います。特にまあ、僕はアメリカとかだとその優秀で生産性が高いだけの猿という感じなので、まあ、特にそういうふうに感じるなというふうに思います。 はい、えー、時間限られているので私は悲観的シナリオの点だけですねで短期的には柳川先生がおっしゃった貿易のシュリンクっていうのがあると思いますで中長期的に考えると、まあ、あの皆さんご存知のとおり人口は減少していく国なのでやはりあのいかにあのこのデジタル技術をうまく使ってイノベーションを起こせるかでそのイノベーションで日本が抱えているさまざまなその社会課題あのまあ高齢化であったりそれから社会保障の問題であったりそれから過疎化の問題であったり、まあそう そういったものを解決していくことができるかっていうのが究極的に私は大事でそこを失敗してしまうと日本としては世界的にも厳しいし世界が安定してたとしても日本自体としてあの非常に悲観的なシナリオになってしまうと思います。じゃあどうしたらその社会課題の解決につながるようなイノベーションが次々生むことができるかってことですがそこでの,その一つの重要なポイントは人材のポートフォリオの問題も重要だと思います。 あの多様性というあの話もあ,の、えー、ありましたけれどもあの今後進むそのデジタル社会においてです、ね、日本がそういったことに適用できるこう人材を教育の面でまあどうなのかということもありますしそれからまあ社会人になったあの我々ですね、まあ、今日わざわざあの週末なのにここに集まっている <laughs> あの皆さんはあの本当にあの学び直しに熱心なんだと思いますけれども、まあ、柳川先生が以前よりまあ提唱 されていらっしゃるように、まあ、いかにその人生長い間で何度か学び直しそれぞれのキャリアチェンジを起こしていけるかっていうのが、まあ、その意味で2つ目に重要なポイントになり、まあ、ここもできなかったらあーまあ大変ということだと思います。で最後3点目は国際的なプレゼンス これ GDP だけで考えたらどう考えても低下していきますので、えー、あえてちょっとプラス面で述べさせていただいたように、まあそれ以外のソフトパワーでどうそのプレゼンスを上げていけるか、上げていかなかったら埋もれてしまうっていうのが悲観シナリオだと思います。はい、ありがとうございます。えー、最後でコミュニケーションという点で、えー、私の方から手短に、えー、っと今、えー、二つあると思うんですけれども、一つは、えー、今そのコミュニケーションの世界で我々が考えるっていうその。 支配的なそのこととしてはですね、えー、人々は何を信用したらいいかわからなくなってるっていうこうこれが世界中で、えー、こう共通なんで、えー、まずのその信頼をこう作る。 コミュニケーションとは何かということがまず第一点。えー、もう一つは、えーその発,えー、と発信者責任と受信者責任という概念があって、えー、西洋の国々って割と発信者責任、つまり、喋ってる側が聞いてる側に理解をさせるという,そのこう責任があるとっていうで。日本をはじめアジア、えー、多くの国はです、ね、受信者責任。 えー、あしゃべってる方が何を意味して,しているかということを解釈すると、まあ、だから忖度とか学級とかいろいろあるんですが、えーまあ、これから、えー、その先ほどあの冒頭のところですね、えー、武田さんがおっしゃってたその覇権というその争いがあるいく中で,です、ね、西洋から東洋に移行していたときに、えー、この 2つの違う,こうコミュニケーションの取り方がどのように影響してくるかということは私では個人的に非常に興味深く見ています。えー、ということで若干オーバーしましたけれどもいかがだったでしょうかまずはえと今日のパネルトのお三方にです、ね、最大の拍手で申し上げたいと思います。ありがとうございました